はい、こんにちは、グリードです。前回30連続キルのニュークリアをリベンジしまして、ゲーム内のコーリングカードもゲットしたんですよね。ただ30連続キルを達成した瞬間がゲーム終了のブザービートで、ちょうどニュークを発動まではいかなかったんですよね。その発動するとまあ特別な演出ってのがあるんですけど、まあそれが見れなかったと。でコメント欄の方がね、なんか核は発動してこそね発生だとか、なんかうにゃ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 言うてるんで、今回はそのリベンジでございます。今回こそね、ちゃんと核を出すんでよろしくお願いします。わーお、うわー、奇跡を見せてやろうじゃないか。奇跡を見せてやろうじゃないか。ナイス、よかった、グッボーイだ。弾がない、弾がない、弾がない。いやー、見てくるか、ちゃんと。いやー、オービタル逃したな。そこいる。リティクルちゃんと見て。初段、初段。初段から当てるんや、初段から。当たんない。いや、当たってる、当たってる。やべ？ドア開いたか？あ、開いてない。ガボだぜ。あ、今じゃない、リロードしようと思ったのに。奇跡を見せてやろうじゃないか。ハプ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 。どこだ？弾がない、弾がない。PP、PP 悪くないよ。やべ。どうしよう。あぶね。いい横スライディングでした。もうこれは核出して勝っちゃえばいいんじゃないの。ちゃんと対空してる、偉いね。ただスコアもらうぜ。あれ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 、これ今フラグ来たらまずいやつじゃん。もう行くなら行っちゃおう、行くなら行っちゃおう、行くなら行っちゃおう。よし、レッツゴー。途中参加作ったぜ、おいおい、レッツゴー。いや、これはね、これレティクルを緑にしたおかげですね。これはあんなボロ負けだったのに、味方が諦めなかったおかげですね。これは諦めずに抜けずにやってくれてありがとう。どうしよう、もうちょっと、もうちょっと伸ばすか。いや、レティクル緑いいぞ、これ、多分。危ない、危ない、危ない。
いつになったら出そうか。もうちょい、もうちょいしたら出そうか。やべ。41連続はいったね。50連続したら出すか。いや、50連続行く前に終わっちゃうかな、これ。まずい、まずい、まずい、まずい。死ぬ、死ぬ、死ぬ。待って。なんかもう敵諦めてない？弾がないな、ちょっと待って。アサルトの弾出てから、なんか。あ、ずっと、そこずっといるよね。あ、え、足、生きてるか？もう出すか、もう出すか、さすがに。46。あー、くっついた。じゃあもう出します、もう出します、はい。ああ、前回の動画でなかった核発動ですね、これで。ツイッチ核と同時に広告が来てしまったらしい。いや、これはレティクルを緑にしたおかげということにしておこう。なんか MP5 使いにくいな。そう、あ、分かるよ、しない。そう、俺もなんか使いにくい、なんか使いにくいよ、なんだろう。なんかね、みんな強い強いって言うねんけど、俺そんななんか得意じゃないよ、そのステルジ。何が、やばい、何が使いにくいかいまいちわかんないんだけど、何なんだろうこれ。横ブレワンちゃん、横ブレ。ああ、でも横ブレ多いかもな、その武器なんか。サイトつけて横ブレ。サイトつけたらね、ちょっとマシなんだ俺もそれ。全く同じ思考でサイトつけたわ、それ。一緒かよ。うん。一心同体。一緒かよ。ああ、確かにね。ああ、確かにね。そうそう、ああ、そうかもしれん。なったんよ、俺も。ほんまやなぁ、俺。ほんまやなぁ。うわぁ。なんかさ、マネキン、うん、なんだっけ、あれ、マネキンってこんな位置にいたっけ、いつも。なんか。過去作と位置変わってるってこと？なんかさ、邪魔ないよなぁ、ほら。なにこれ。こんな位置にいたっけ、あの、敵立てのさ、2階の階段の上、うん、登ったところにさ、赤いマネキンがあるんやけど、こんな位置にあったっけ？すげえ邪魔なとこにあるで。え、どこやろ？あの、階段登っ、階段登ったとこ。あー、ほんまやな。こんなとこなかった。なんか、いや、これは邪魔ちゃう、これ。うん。マネキンの裏に隠れられるで、これ。ほら。女を盾にしてやる。今、女を盾にしている。女は人形やから OK。女を盾にしてるから貫通せえへんのかな、その人形。貫通するやろ、多分。貫通すんのかな。いや、さすがにするんじゃない、その人形ごとき。そしたら、それやったら女ごと撃ってやるやけど。あ、女ごと。あ、やっぱ強行は、あー、壁抜きできるね。めっちゃ殺されたわ。負けとるやねん。めっちゃ殺されたな、なんか。回収早すぎやろ。ハンドもうずっと66？ ずっと66。66が正義よ。プロとかも多いね、66は。まあ基本6だけど、だね、でもね、あれないよな。SMG のプロを77にしてるんだけど。あ、今回？そうそう。ああ。まあ高くしてる人もいるけど。17とかの人おらんかな。17はおらんな。17とか使ってるやつ いないやろ、COD に。おらん。使ってるやつ、うん。アホやで、マジで。おらんおらん。いやいや、振り返り早いしね。やっぱあの、それで当てれるならまあ。いや、いないいない。いや、マジでアホやって使ってるやついたら。うん。やめた方がいいで。うん。おらんやろ。いや、これでも下げた方やからね、やっぱ。誰が？俺。うん。感度いくつだ？俺ず、いや、今17やけど、ずーっとマックスでやってきましたけど。おったな。うん。おるんや。近くにね。近くにおったな。感度は早ければ早いほど強いって思いながら COD ずっとやり続けてきたから。それあれもう12年ぐらい前のやつじゃん。そのまんま、うん、そうそう、そのまんまよ。日本のなんか強い、まま今ここに感度高いやつはかっこよくてうまいみたいな。そう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 、あったけど、
そのまんまよ、そのまんまの俺が。そのまま大人になっちゃったか。そのまま大人になっちゃったCOD やってたら気づいたら12年経ってた。まだ変わってないからな別に。リス変わんな、ね、これ、リスも変わらんし、リスも変わらんし、リス変わんないなマジで。え、こんな変わらんか。変わらん、いやこれだから行き過ぎてないからじゃない、多分あの、あそこのフィールドまで行ったら変わんで。行くで行くで、じゃあ、こことかには、こことかには、この真ん中の行ってますけど、今なので倒してみて、倒してるけど真ん中から湧く、真ん中から、真ん中あ、湧いてるか、さすがに湧いてるか。いや、まだ湧いてるか、これ湧いてね、こっちで。え、嘘やろ、え、デモリッションやん、これ。いや、さすがに、え、湧いてる湧いてる湧いてる、え、やばい、え、リスやばい、これ動いてないからか。何始まった、終わりのゲーム、キルストリーク、おい、え、こんなこんなやん、変わらんやん、ほら、え、変わらんやん、え、やばくないそれ、さすがにかわいそすぎ、敵終わってるけど、これスーパースナスーパースナ、オーマイゴー